本格的な実りの秋です。南魚沼市で新米のコシヒカリが出荷されました。新米出発です。どうぞ。JA 南魚沼で行われた新米の南魚沼産コシヒカリの出発式。この週末から始まる秋の大型連休シルバーウィークに合わせて、例年よりも1週間早く5トンが関東や関西に向けて出荷されました。つやつやの新米です。それではいただきます。噛めば噛むほどお米の甘み、旨味がふわっと広がりますし、新米ならではのこの粘り気のある食感と、こう鼻から抜ける豊かな香りがたまりません。美味しい。去年は雨風の影響で倒伏の被害が相次ぎましたが、今年は適度な日照時間と雨で品質が良く、一等米比率は 98.8% を確保しました。やはり収穫の秋が一番その嬉しい季節っていうか楽しい季節ですので、特に品質のいい美味しいお米ができましたので、嬉しく思ってます。新型コロナ禍で外食需要の低下などによる米の消費の減少が心配されましたが、巣ごもり需要もあって影響は少ないといいます。今日出荷された新米は早ければ明日にも百貨店などの店頭に並びます。